さて、ここはどこじゃ？何にもない世界じゃの。おい、どうしたんじゃ？そこはウィスさんが作った空間ね。精神と時の部屋みたいなものよ。神の木に満ちている場所だから、うまく木をコントロールしないと動けないわよ。お前たちならできる。ほい、頑張れ頑張れ。ここでは悟空くんとベジータくんはスーパーサイヤ人ブルーになる修行をしていたはずだけど。様のお師匠なだけあんな。くそ、もう一度だ。あら、おかしいわね。ウィスさんはここに来てないはず。いけませんね、ベジータさん。また心が乱れてますよ。誰じゃこいつは。あれあれ、君たちはタイムパトローラーだよね。そっか、ここまで来ちゃうんだ。ってことはここもダメなのかな。正体は分からんが、こいつが時の裂け目が生まれた元凶じゃろうな。とりあえずぶっ倒してからゆっくり話を聞かせてもらいましょうよ。やれやれ、自己紹介くらいは先に済ませたかったんだけどな。僕はキュー、怪しいものじゃないよ。いや、どう考えたって、一体何者だっけ。君たち一体何を焦ってるんだい。ここは敵の裂け目の中なんだよ。終わりと始まりの趣味は無関係な場所なんだから、どんな風に歴史を体験したって問題ないはずでしょ。さっきとは違ってさ。確かにここがどう改変されたって歴史に影響はないけど。って、なんでそんなことを知ってるの。やっぱり怪しいやつじゃない。もらえないかもしれないけどさ、この時の建物もタイムパトローラーたちのことも僕がやったんじゃないよ。ちょっとターナー、どういうこと。時の裂け目も調査に来た人たちのことも何とかしてあげるよ。だからちょっと僕に協力してもらいたいんだ。協力ですって。おい、いい加減こいつらのことを説明したらどうだ。俺たちの修行を放っておいていきなり戦い出しやがって。ウィスさんとあんないい勝負するなんて、おめえ何者なんだ。あなたたちの特訓のために連れてきた方々ですよ。なんだよ、そういうことは早く言ってくれねえと。こっちはさっきからうずうずしてたんだ。とっとと始めるぞ。ここは僕に話を合わせてほしいな。
この力についてくれるか。悟空もベジータも本気で使う。こいつはまずいんじゃないのか。あなた一体何のつもりなの。答えなさい。まあまあ、悟空とベジータがブルーの力に目覚める前に悟空を見つけて歴史を改変させる狙いはいいと思うけど、あんまり楽しくないんだよね。僕にもっといいアイデアがあるよ。なんてザラだ。俺たちは押されているだと。おめえもサイヤ人みてえだけんど、一体どっから来たんだ。
きだぞベジータ。お前じゃない。もうカリカリすんなベジータ。そうだぞベジータ、あんまストレスためんなよ。その通りだぞベジータ。お前じゃない。この歴史の行き渡りっぷり最強だ。歴史改変はどうにもならないけどさ、僕が自分で引き起こした歴史改変ならエネルギーを吸収できるんだよ。僕がエネルギーを吸収しちゃったから時の裂け目が消滅したでしょ。ここで洗脳された人たちも今頃元に戻ってるはずさ。いやそれにしても面白いね君。スーパーサイヤ人4の悟空とベジータを相手にあそこまで戦えるなんてびっくりだよ。ああ、たまんないな。端から端まで研究してみたいな。ねえ、ちょっと血を取らせてもらってもいい？大丈夫、ほんの一滴だけでいいから。ダメ？残念だな。おっと、いけない。そろそろ戻らないと。ねえ、僕と一緒に来ない？君のことじっくり研究してみたいな。コーナー。残念。でもまたすぐ会えるから、その時にね。ああもう逃げられた。こりゃ置いていくんじゃないわい。自分で起こした歴史改変のエネルギーを吸収しちゃうなんて信じられない能力ね。じゃが自分の手で歴史改変を起こすとは素直に賛成できん話じゃの。そうね、いくら時の裂け目の中の出来事が本来の歴史とは関係ないとは言ってもね。とはいえ、今回の異変をあいつが解決したのも事実だわ。フューが何者なのか、どんな目的があるのか、わからないことだらけだけど。残り三つの時の裂け目の対応と、この異変を生み出した黒幕の調査が残ってるわ。そうじゃな。フューの言葉を信用するなら、黒幕はまた別におるはずじゃからな。フューのことも警戒しつつ、準備ができたら時の裂け目の修正を進めましょう。